はい、こんにちは。今日はですね、お使いのWordPressがトラブった時や、サーバーの引っ越しの時などに用いるエクスポートについていくつかの画像を一緒に見ていこうと思います。まず最初にこの図を、ご覧ください。WordPressの管理画面が見えると思いますが、ここのツールからエクスポートを選ぶとこのような画面が現れるはずです。ここでですね、すべてのコンテンツを、すべてのここですね、選択しましたけれども、投稿ページとかですね、固定ページもチェックして選択できるようになっています。次にですね、XML ファイルのダウンロード保存をしたいなと思います。ご覧の通りですね、一番下の方に、エクスポートファイルをダウンロードという、ボタンがありますので、ね、そこをクリックしますと、矢印がですね、下に動いて消えるのが見えると思います。つまりこれで XML ファイルがですね、ダウンロードに保存されたわけなんですね。次です。この図3なんですけども、ご覧ください。Mac にですね、保存された WordPress のXML ファイルを確認するためには、ランチパッドでファインダーを選ぶと楽です。これ、部分ですけどね。するとですね、ファインダーが、早速、現れますので、サイドバーからダウンロードを選択します。ご覧の通りですね、XML ファイルが保存されているということなんです。これで WordPress のエクスポートは完了です。